んばんは、鈴宮春日役の平野綾です。こんばんは、長戸由紀役の千原みのりです。こんばんは、朝日奈みくる役の後藤優子です。はい、第2回目のミーティングなんですけど、先週は、豆食べた。食べた、節分だったから。そう、というわけで、シーズンごとにオンタイムの行事をしめやかに実行する組織が SOS 団らしいので、うん、2月の2番目のイベント、バレンタインデーについて今日は話しません？いいね、ラジオっぽい。そう。なんか、思い出ある？思い出か。あるな。なんかしみじみする。なんか結構昔のことだから。うん、中学生の頃、うん、ずーっと好きだった人がいて、うん、3年間片思いしてて、中学3年生の時に、思い切ってチョコレートあげようと思って、手作りで作ったんだけど、うん、なんか、やっぱり、直接は恥ずかしくて渡せなくって、うん、それで、彼のお家まで行って、自転車のカゴの中に、そっと置いてきたんだけど、なんかやっぱり恥ずかしすぎて名前も書けなくって、自分の？うん、チョコレートだけ置いてきた。なんだその甘酸っぱい。いいな、そんな語れる思い出ないよ。あったよ、あれはね。なんか食べてくれたのかしら。でも食べたんじゃない？食べないよ。その男の子バレンタインだもん。名前書いてないよ。多少怪しくても食べるよ、嬉しいもん。うん、そうかな、どうかな、そうか。ねえ、お母ちゃん、私はね、私初めて手作りのチョコを作ったのが、うん、近所のお兄さんがいて、うん、当時大学生で私小学校6年生ぐらいだったのかな、よく遊んでくれたからね、ちっちゃい頃から、うん、手作りのチョコを初めて作ったんだけど、うん、私湯煎とかを知らなくって、うん、まずチョコに確かお湯を入れて溶かしたのよね、うんうんうん、それって冷蔵庫に入れても一向に固まらないのよ、一向にぐにゃぐにゃしてんの、うん、でももう時間がないからバレンタイン終わる前にこのラブとか書かなきゃと思って、うん、チョコレートシロップみたいな白いのあるでしょ、うん、あれでやったら量が足りなくてこの計算外に L を大きく書きすぎて、うん、最後にもう V ぐらいでカスカスになってきて、うん、それをこそぎ取るようなもう、うん、ここでラブの L からグワーって取ってきて E まで作ってちょっと呪いみたいな怖いラブの文字ができたの。驚々しい。その文字をつけた、固まっていないチョコを取り外すこともできずに、この肩ごとあげた思い出がある。食べてくれた。そうなんだよ。ねえ、ラブの兄弟の兄ちゃんだったら食べてくれたかもね。減ってるよね。ラブ食ってね。そうなんだ。あやちゃんは、ね、なんか、うん、あや料理が全然できなくって、なんか家庭科の授業とかでも絶対包丁持つなって言われたんですよ。うん、それで、でももうそれぐらいやっちゃいけなかったんですけど、うん、とりあえずやっぱり、手作りの方がみんな喜ぶだろうと思って、うん、なんか何年か前からちゃんと作るようにしてて、うん、でも絶対味見しないんです。おーっと、うん、それね、塩塩あやちゃん、仕事場で、うん、あげるんですけど、うん、絶対ここでは食べないでくださいって言って、うん、お家に帰ってから、うん、ちゃんと注意書きを読んでから食べてください。注意書き？なんか、ちゃんと電子レンジで30秒チンするとか、加熱消毒みたいなこと？絶対に3分で食べるとか、触らないとか、なんか、そういうの。そう、うん、を書いて、うん、そう、お腹壊されて仕事できなくなっちゃうと困るから、うん、だから仕事場では食べないでなんだ、うん、ちょっとした次元爆弾みたいな時間差で来るね、うん、そうね、なんかちょっと学校の子とかにもあげてたんだけドロドロだ。